ソケット478はインテルのペンティアム4やセレロンシリーズの CPU で使用される CPU ソケットである。競技には先の通り電子部品であるソケット自体を指すが、展示て講義にはこのソケットと共に用いられた各種規格も含み、このソケットに指すことができる CPU の使用を言う。本校でも講義について解説する。 ソケット478は、すべてのノースウッドコアのペンティアム4と、セレロン、初期のプレスコットコアのペンティアム4、一部のウィラメットコアのセレロンとペンティアム4で使用された。ソケット478は、より新しいプレスコットコアのセレロン D と、2メガバイトの L3 キャッシュを持つ初期のペンティアム4、エクストリームエディションプロセッサもサポートしている。 このソケットは、AMD の462ピンのソケット A と、アスロン XP プロセッサに対抗するために、ノースウッドコアと共に発表された。ソケット478は、ハイエンドからローエンドまでのプロセッサに適用し、ウィラメットコア用のソケットであるソケット423の置き換えでもあった。ソケット423は短期間で販売を終了した。 ソケット478を使用するマザーボードは DDR とドラムを一部はストラムをサポートする。しかし大多数のマザーボードは DDR を採用している。初期のマザーボードはドラムだけをサポートしていた。しかしドラムは DDR やストラムに比べて非常に高価であり消費者に受け入れられなかった。結果として DDR とストラムの マザーボードが作られた。ソケット478をサポートする、チップセットの改定版では、より高い FSB クロック、高い DDR クロック、デュアルチャンネル DDR のサポートが加えられた。前のソケット423と同様に、ソケット478は、インテルのクワードデータレートテクノロジーに基づき、FSB クロックレートの4倍の速度でデータを、 転送する。従って、400MTS バスは1 0 0ヘルツのクロック信号で動作しながら、3 2イト s のデータをチップセットに提供することができる。ソケット478がリリースされた頃、このような高いデータレートをサポートするストラムは存在しなかったので、インテルは PC800 の2チャンネルで、 同期データ転送の能力を持つドラムテクノロジーを推奨した。高価なドラムが消費者に受け入れられなかったことで、インテルは性能の低い PC133 をサポートしたチップセットをリリースし、最終的には DDR のチップセットをリリースした。オリジナルの 400MTS のバスは PC3200 のデータレートに適合していたが、 PC3200 が利用できるようになる頃には、このバス速度は時代遅れとなった。後のチップセットでは、デュアルジャネルメモリが導入されたので、一組の PC3200 モジュールは 800MTS の FSB に適合することができた。特筆するセレロン D は4倍速で 133MHz バスを利用し、533MTS の FSB を提供する。 セレロン D は 256KB の L にキャッシュを持ち、プレスコットコアを使用して90ナノメートルプロセスで製造される。後に採用されたインテルのモバイル CPU のソケット形状とは、電気的互換性はなく、誤挿入防止のためピン配列に相違がある。ソケット478は LGA775 で置き換えられた。ありがとうございます。